目指せコンパクトシティ東戸塚。こんばんは、東戸塚まちづくり開発委員会事務局の藤吉祥子です。ここからの時間は目指せコンパクトシティ東戸塚。この番組では東戸塚の街はどのように生まれたのか、これからどうなっていくのか、そしてまちづくりとはどのように進んでいくのか、より良いまちづくりを目指して東戸塚のまちづくりにまつわるトピックスをさまざまな切り口でご紹介していきます。モレナ東戸塚スタジオから生放送でお届けしていきます。皆さん今日も素敵な話題をお届けします。1時間の間最後までお付き合いくださいね。そして今日も定番コーナーのぐるりコンパクトシティ東戸塚をお送りしていきます。今日は昨年8月に特集した戸塚区柏地区のトピックスを、そしてその後の展開をご紹介していただきます。ご出演は後ほどお楽しみに。それでは今日の目指せコンパクトシティ東戸塚オープニングナンバーをお聞きください。フリッパーズギターでカメラカメラカメラ。はい、東戸塚まちづくり開発委員会が主催した東戸塚ミュージックライトは昨日で終了となってしまいました。最終日はですね、カメラを手にここで撮影していた方も見受けられました。それからスマホでね、写真を撮っている方も期間中たくさん見られました。オープニングナンバーをお送りした曲はフリッパーズギターでカメラカメラカメラでした。より良い街づくりを目指して東戸塚の街づくりにまつわるトピックスをさまざまな切り口でご紹介していく番組、目指せコンパクトシティ東戸塚、生放送でモレラ東戸塚スタジオからお送りしています。ここからの時間は定番のぐるりコンパクトシティ東戸塚のコーナーです。東戸塚まちづくり開発委員会の組織は東戸塚駅を中心として 1.5km 圏内の連合町内会の会長の皆さんが理事でいらっしゃるのですが、その理事の皆さんのご出演またご紹介で地域を紹介したり、ぐるぐる巡ってその土地その土地のイベントトピックスをお届けするコーナーになっています。ということで今日は昨年の7月から6週にわたり戸塚区の柏地区再びということで、ぐるりコンパクトシティのコーナーで柏地区の紹介とトピックスをお届けしてきました。ナビゲートとお話をしてくれたのは柏地区連合町内会会長の斉藤純一さんだったわけですけれども、実はその後の柏地区を今日はお話ししてくださるということでスタジオにお越しいただいています。今日は柏地区連合町内会会長の斉藤純一さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。柏地区連合町内会斉藤です。はい、去年のね6週にもわたって、はい、最初は柏地区のご紹介から始まり、さまざまな本当に貴重なお話を届けていただいたんですが、先週私ちょっと振り返りでご紹介したんですが、はい、ちょっと下手くそのもので全部伝わらなかったと思うので今日は斉藤さんに直接ね、はい、どんなことをしてきてその後どうなったかというところを一つ一つ、はい、3つ大きく分けて3つの、事柄を紹介していきたいと思います。はい、何か柏地区のご紹介とかは簡単にしていただいているようですか。はい、柏地区は、はい、戸塚区柏町と上柏町を合わせた、はい、約4000世帯の会員で構成されている、はい、それほど大きくはない、はい、連合町内会で、場所的には国道1号の、はい、ブリヂストン横浜工場から、はい、山崎製パンさん、はい、それから赤石橋、はい、あの辺まで道路の両側に、はい、居住する会員の皆さんで構成されている連合町内会。あ、そうですね、はい、分かりやすくありがとうございます。ちょうど駅伝のね、はい、大学駅伝の、そうですね、はいはい、通り道でも有名な赤石橋とか、はい、
そのあたりの周辺の地域ということで4000世帯というね、はい、ことなんですが、以前でちょっと私印象的だったのが、すごく加入率高いんですよね、はい、橋尾地区 の自治会町内会に加入している世帯さん の、はい、率が高いということで、はいはい、そのことも印象的でした、はいはい、ということで、では早速ですけれども、まずはね、緑地のお話をしていただきたいと思います。はい、今裕洋さんからお話ありましたように、昨年7月から、まあ、柏地区が抱えているいろんな課題について、はい、この番組でお話しさせていただいたんですけれども、はい、今日はその中で、柏町の未来緑地と、はい、それから不動坂にあった増田家の持ちの機能がどうなったかということ、それから不動坂の交差点に歩道橋をかけようという、まあ、計画が進んでいるわけですけども、はい、そのことについて、今どういう状況になっているかを皆さんにお話しさせていただこうと思ってます、はいはい、それでまず最初の柏町未来緑地なんですけれども、前回の放送で正式に柏町未来緑地と命名されたことまではお話したと思います。はい、そうですね。はい。で、この緑地の由来はですね、県の土地、県有地だったんですけれども、昭和50年代に県営の白楊台アパートが完成された時点で、まあ、供養塚という古い碑があったこともあってですね、地元でその周辺を残してほしいということで、約8000平米くらいの土地、まあ、結構広い土地なんですけども、そこを、アパートにしないで残してもらった、まあ、それで白楊台のアパートが完成した時点で、県の土地を横浜市に移管するというそういう約束だったんですね、はい、でところが、横浜市と神奈川県の協議が十分行われないままですね、結局40年間も放置されてしまったんですね、40年間、はい、で私たちはせっかく地域に残された広大な、自然環境なんで、なんとか有効に使えないかということで、はい、平成26年から本格的に神奈川県に働きかけをしまして、はい、まあ、最初は神奈川県というのはあんまり乗り気ではなかったんですけども、はい、まあ、地域で何度も県の担当者と話をしたり、まあ、時にはかなり激しい、論争もしたんですけれども、はい、まあ、ようやく県の方も動いてくれて、まあ、結構お金もかかったようですけれども、横浜市が受け取るに足るだけの横浜市のルールに、乗っ取った公園としての条件を、なんとか整備してですね、令和3年昨年の10月に、まあ、横浜市へ移管手続きを終わったわけなんですね、はい、でさあいよいよこれから横浜市のものになったから我々が有効に使えるなと思ったんですけども、受けた横浜市の方から何も言ってこないんですね。で、どうなってんのかなということで、まあ、私たち日常的に戸塚区役所の地域連携チームと連携していろんな活動をやってますので、連携チームを通じてですね、今後横浜市はどういうふうにこの土地を管理運営していくのか、その辺を明らかにしてほしいという、まあ、お願いをしたんですね。でところが、昨年の12月に、まあ、打ち合わせをするということで出てきて、その会に出てきてもらったのがですね、結局横浜市の本部の人間ではなくて、日常的な管理運営をする戸塚土木事務所の担当しか、はい、まあ、その会には出てこなかったんですよ。で土木事務所っていうのは結局細かいことは分からないんで、まあ、我々がいくつか質問したことについて、いや申し訳ないけど格闘はできないと、本部の問い合わせないとという、まあ、そういうことだね。まあ、我々もちょっとね、横浜市って味方だったはずなのに、ちっとも我々の立場に立って物事を考えてくれないなということでね、
結構私たちもその会議の後怒りましてね、それで、何しろ横浜市の本当に担当している部局の人間に来てもらいたいと、でやっぱり基本的な話し合い、地域との協力の体制について話し合いをしたいということをお願いをして、でもし我々のその要望に対してちゃんと対応してくれなかったら、もう場合によっては山中市長に直接申し出書を提出して、まあその担当の人間にどうしても出てきてもらい、手を取りますよという結構強硬なことを我々として申し入れをしたんですね。でまあその結果もあって、実は昨年12月に初めて、まあ横浜市の環境創造局という、まあ公園なんかを管理しているあの大元のところなんですけれども、そこの担当の課長さんをはじめ何人かの関係者が、まあ会議に出てくれたと。でところが我々が本当は要望していたのは、地域に開放するときには長年苦労したんで、ちゃんと開所式オープニングのちゃんとセレモニーをやって、そこで初めて皆さんに見てもらおうというふうに考えていたんですけども、横浜市が結局言ったことは、まあ県の方の当時はフェンスがずっと入れないようにフェンスが立ててあったんですけども、県は結局もう横浜市に渡したんで、12月の23日をもってフェンスを取り外すっていうことを言い出したんですね。で私たちその話最初は分からなくて、何を言ってるのかなというふうに思って、で横浜市にそのことを問い合わせしたら、いや横浜市に移管されたら基本的に2ヶ月でそのまあ会場オープンすることになっていると、でも我々全くそういう話を聞いていなくて、一体どういうことになっているのということで、結構その、お互いの会議もですね、まあひどい言い方をすると激烈な実は会議になったんですね。で、まあ、結局横浜市の方がやはり十分に根回しをしてなかったっていうことでは頭を下げたんですけれども、まあ、その会談で分かったのは、まあ、私たちにしてみれば神奈川県から横浜市に一つの財産、土地だけれども財産が、与えられたと、横浜市の財産が増えたというふうに私たちは理解をしてるんだけども、どうもその人たちの態度を見てると、また余計な物件が一つ増えたなと、管理する手間がまた増えちゃうなという、そういうレベルの態度だったんですね。それが一つ。それから、まあ、神奈川県と横浜市がいろいろ話を聞いてみると、同じ神奈川県の中にある横浜市なんだけども、非常にね仲が悪いんですよ昔から。なんでお互いもっと協力しないのかなと思うんですけども、みんなね何か相手の責任にしてしまう、まあ、こういうね公共の、放送でね横浜市と神奈川県に対して文句言うのはね失礼なことになるかもしれないけど、事実は事実として話をしますとね、非常にねあの連携が悪い、まあ、そういうのを今回つくづく思いましたね。ただ救い合ったのはやっぱり実際に土地を今後管理してくれる戸塚の土木事務所の担当の人たちは本当に一生懸命間に入って頑張ってくれてる、まあ、そういうことではとても私たち、まあ、いい仲間ができたなというふうに考えてるんですね。まあ、そういう経過があって結局まだ地域としては正式なオープニングはしていないんですけども、実際には昨年の12月24日からその緑地は一般の人が立ち入れるようにすでになっているんですね。で、まあ、その会談を通じて分かったことはですね、まあ、神奈川県と横浜市のことも話しましたけれども、あの神奈川県が横浜市に移管する案件というのは300件くらい現在あるようなんですよ。でところがそれが完了するっていうのは年間で10件あるかないかだっていうわけですね。で何なのって聞きましたら、
要するに県の方もいろんな土地を整備するために非常にお金がかかる、で担当者が、まあ、一生懸命動いてくれるところについては先に進むんだけども、やっぱり時間がかかるんで、はい、担当者が変わってしまうと結局そこで作業が止まってしまう、そういうことで引き継ぎがされない案件が圧倒的に多いってわけでね。でそういう意味では柏の緑地というのは本当にここまで完了できたっていうのは稀有な例だっていうわけでしょう。でまあそれ聞いてね、私たちは、まあ、地域が頑張ったからだねということで、まあ、あの非常にレアなそのケースだということでは、まあ、喜びではあるけれども、逆に言うと非常に複雑な心境だったんですね。そうですか。なんでお互いそういうふうに公の財産をみんなで有効に使えないのと、行政の連携が悪いためにそれが活用されていないということが、この神奈川県横浜市の中でもたくさんあるということが分かって、それが結局生かされないで現在に続いてきてしまっている、これはなんとか直していかないといけないんじゃないのって、これそこそ私はまさに政治の分野のやっぱりやるべきことをやっていないということになるんじゃないかなというふうに思ってるんですね。まあ、あのいろいろ文句は言いましたけど、柏の未来緑地については一応正式に横浜市に移管されて、で、まあ、すでに今、オープンにはなってますけれども、私たちとしては2月の27日に連合町内会の、30周年の記念式典をやろうと思ってますんで、その記念式典の中で、この緑地の開所式も合わせてやろうということで、関係者で式典の後、現地の見学をやろうと思ってます。そうですか、はい、いろいろな、ね、ご苦労があの後もあったということを聞いて少しちょっとびっくりしました、はい、まあ、あの昨年 の、ね、あの夏ごろ聞いたお話では、まあ、トントンとお話進んで、はい、いずれその正式なオープンな日という、はい、まあ、いわゆる記念日というものができるのかなと、ね、はい、私も楽しみにしておりましたが、はい、まあ、とはいえ結局その300件のうちの10件ですか、あのいろんな案件がある中で叶ったという、はい、本当に ありがたい斉藤会長をはじめ、ね、皆さんのご苦労と思いが、ね、素晴らしいなというのが本当に率直な感想でございます。そうですね、おかげさまで、まあ、稀なケースだったようですけれども、一応、まあ、初期の目的は達せられたということですね。本当にありがとうございます、はい、皆さんのために、はい、まあ、私が昨年伺った時にはまだ工事しているこういろいろ山を、そうですね、はい、崩したりなんかこうシャベルカーがいて、はいはいはい、なんかそういう状況になったんで、また、ね、コロナが少し落ち着いた頃にまた伺って、はいはいはい、見たいと思っております。そうですね、とても綺麗な公園になってますから。そうなんですよ、見晴らしがとっても良くてね、はい、本当に戸塚区一望できるんじゃないかなって、それはちょっと大げさでしょうかなんかこんな場所があったんだというぐらいの、ね、はい、感想でした。あの周辺ではあそこが一番高いと思いますので、そうですよね、まあ、富士山もよく見えますから、本当に素晴らしい場所ですね。春になったら花見をやろうと思ってます。あ、そうですね、はい、まあ、もしコロナで差し支えがなければ呼んでいただけたらそうですね、思います、はい、声をかけたい、はい、ありがとうございます、はい、ということでね、柏町未来緑地、まあ、素敵な名前ですね。その経過を今日はお話しいただいて、はい、2月の27日連合の30周年の時に、はい、まあ、正式にこう解消するというような運びとなったこと、はいはい、本当にお疲れ様でした、はい、ということでまだまだ斉藤会長のお話続きますけれども、ここで一曲お届けしたいと思います。ミーシアで星の降る丘、お聴きください。柏
潮町未来緑地に思いを寄せてお送りしました。ミンシアで星の降る丘でした。より良い街づくりを目指して、東戸塚の街づくりにまつわるトピックスをさまざまな切り口でご紹介していく番組、目指せコンパクトシティ東戸塚をお送りしています。そしてぐるりコンパクトシティ東戸塚の今日コーナー、今日は戸塚区柏地区の特集として、柏地区連合町内会会長、そして東戸塚まちづくり開発委員会の理事でもある斉藤純一さんにスタジオにお越しいただいています。先ほどに引き続き斉藤さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、では斉藤さん、次はどんなお話を届けてくれるのでしょうか。はい、次はですね、不動坂にあった増田家の餅の木についてお話をしたいと思います。はい、よろしくお願いします。前回のお話の中、放送の中で、樹齢200年または300年と言われる古い、大きな餅の木が不動坂にあったよと。そうですね、ただ、その餅の木も、土地の所有者が変わって、周りが開発されたことによって残念ながら枯れてしまったと。で、地元としては長年、親しんできた餅の木なんで、なんとか子孫を残せないかということで、いろんな手を取ったと。で、その一つ の方法として、茨城県のつくば市にある国立の森林総合研究所に、餅の木の枝を持ち込んで、クローン技術で、その餅の木を再生できないかという、そういう試みをしたと。で、その試みがうまくいって、何本かの餅の木が、クローンが生まれたというところまでお話したと思うんですね。で、実は、緑地が横浜市に移管され、また連合の30周年が、この間にあるということで、私たちとしてはこの連合の30周年の記念式典に合わせた形で、緑地に餅の木のクローンを里帰りさせようっていう、結構前から計画をしていたんですね。で、ところでその餅の木今どうなってるかなということで、戸塚区役所の区政推進課を通してですね、その、森林総合研究所の中にある育種センターという、木を育っていく、そういうセンターがあるんですけれども、そのセンターに問い合わせをしたんですね。で、その結果を今日、お話しするんですけれども、現在順調に育っていると。で、3本の餅の木が育っているというところまでは話は聞いたんですね。で、ただ、まだ今の時点で一番大きなものでも背の高さが40センチくらいにしかなっていないと。で、専門家の意見によるとですね、やはり、移植するためには1メーターくらい大きくならないと、移しても枯れてしまう危険性があると。そういうリスクがあると、そういう意味で今、確かに連合の30周年というのは分かるけれども、ちょっと移植するのは難しいという話になったんですね。で、じゃあ、あと何年待てばいいのということで、私たちも聞いてみたんですけども、そうすると、その条件によっても変わるけれども、少なくともあと 2,3 年は待たないといけないよというのが、私たちが得た回答なんですね。そういうことで、残念ですけれども、今回2月27日に予定している連合の30周年の記念日に合わせた形での、クローンの里帰りということは、実現できないということになったんですね。そうですか。ただ、私たちは緑地が、整備が終わった段階で、
戸塚の土木事務所の担当の皆さんといろいろ現地を見てですね、まあ、その中でその時期が来たらここに、もちの木を植えようという一番いい場所をすでに確保してあるんですね。あの山の一番頂上の日当たりのいい、供養塚という石碑がある、その脇のところが今、広場として開けてありますので、その広場にもちの木が1メーターくらいになったら、里帰りさせようと。そして、その時には盛大な、セレモニーをやろうということで、地元の方で、計画をしてます。そうですか。また具体的になりましたら、FM トスカでも放送させていただきますので、ぜひ、その時にはぜひたくさんの皆さんにも参加をしていただきたいなというふうに思ってます。はい、2、3年ということで、ね、今40センチですか。そうですね。もともとちょっとイメージなんですけど、もともとどのぐらいの大きさだったんですか。持ち込んだ枝自体は、数本持ち込んだんですけども、結構大きな枝なんですね。枝自体は例えば50センチくらいの、まあ、1メーターまでは大きくなかったですけども、50センチくらいの枝を何本か持ち込んで、それを、まあ、私専門家ではないんでわからないんですけども、クローンの技術を使って、その枝からそうですよね、木を新しいクローンを生み出した、クローンですからね。そうです。枝が単純に持ち込んだ枝がそのまま成長するんではなくって、クローンですからね。そうです。ですから子孫というよりは分身なんですよね。分身ですね。その木そのものをの分身を作ったということなんですよね。すごいですね。よくここまでね、そういうお話になったっていうこと自体もびっくりですし、やっぱりその当時戸塚区役所の方がすごく協力してくださってっていう、動いてくれて、で、まあ、あんまりオープンに当時はできなくて、で、まあ、成功するかどうかも分かりませんでしたので、まあ、私たちもあまりオープンにはできなかったんですけども、2年ほど前に確認をした時に、クローンができたよという、まあ、情報までもらったんで、それは前回の放送でもお話しさせていただきました。本当、もう聞いてる皆さんもそのクローンっていう言葉自体がね、あまりにも高度な技術すぎて、そうですね、まあ、想像もできない部分がありますけれども、まあ、とにかく可愛いですよね。そうですね。一生懸命育ってて、それで40センチっていうからものすごく一生懸命育ってるんだなっていう印象ですね。そうですね。はい、2、3年なんとか待って、もう用意されたその供養塚の、ね、あたりの日の当たりの良いところに、そうですね、そしてセレモニーが盛大に行われ、本当にその頃にコロナも、ね、収束しているといいなっていう感じもありますけれども、個人的には早くしてもらわないと私も何年あと生きられるかわからないんで、まあ、そういう意味で早くなんとか里帰り、させたいなというふうに思ってます。そうですね、はい、まあ、本当にこちらの方もお疲れ様でしたというか、まだこれから、ね、ちょっと見守っていかなければいけないですが、はい、斉藤さんありがとうございます。はい、増田家のもちの木、そのクローンが里帰りすることを願ってお話をいただきました。はい、はい、で、目指せコンパクトシティ東戸塚、ちょっと一休みでここで一曲お届けしたいと思います。彩香で道しるべ、お聞きください。お送りした曲は彩香で道しるべでした。より良い街づくりを目指して、東戸塚の街づくりにまつわるトピックスをさまざまな切り口でご紹介していく番組、目指せコンパクトシティ東戸塚をお送りしています。定番ぐるりコンパクトシティ東戸塚のコーナー、今日は柏地区特集ということで、
橋尾地区連合町内会会長、そして東戸塚まちづくり開発委員会の理事でもある斉藤純一さんにご出演いただいています。斉藤さん、再びよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今日はですね、今日3つお話があると最初にお伝えしましたけれども、はい、これでちょっと最後になりますが、一つ昨年8月に紹介してきたもののその後ということで、はい、今度はどんなお話をいただけるのでしょうか。はい、国道の1号の不動坂のところに、まあ、渋滞の名所といわれる不動坂の交差点があるんですね。はい、でこの不動坂の交差点に歩道橋をかけられないか、かけてほしいという要望を私たち10年以上前から、まあ、横浜市の道路局に、お願いをしていて、はい、まあ、最初は全く話にもならなかったんですけれども、まあ、結構地元で、根強くお願いをしたことと、地元の柏小学校の児童の多くの子どもたちが、横断歩道、ごめんなさい、不動坂の交差点を渡るようになってきた、まあ、現状を見て、横浜市も態度を、まあ、変えてきて、なんとか歩道橋を架けましょうという、まあ、ところまで来た。はい、でさあその後どうなったのというのが今日の話だと思うんですね。はいはい、で前回お話したようにですね、一応令和5年度末ですから、はい、あとちょうど2年かかるんですけれども、はい、にまでになんとか歩道橋を、不動坂に、かけるというその計画は前回お話した内容で進行してます。はい、で、昨年の12月に、横浜市の道路局と、この件について、まあ、進捗状況を含めて打ち合わせを行いました。はい、でその中で、横浜市の方から道路局の方からですね、工事は5段階に分けて進行しますよと。はい、でまず第1段階は、はい、令和4年の4月まあ、今年の4月までですね、の計画で、まあ、歩道橋っていうのは結局道路の両側に 柱を立てるわけですね。でその柱の上に 橋をかけるんで、その柱を立てる、基礎工事を4月まで、それが第一期工事ということなんですね。で、まあ、その橋脚、足の部分を、立てるためにもう皆さん、あそこを通っている方は気づかれたと思うんですけれども、実はあの道路の端に大きな桜の木が、2本あったんですけれども、その2本がすでに、伐採をされてます。でそれと同時に不動坂の交差点、横浜の方から戸塚に向かって行った時に、はい、戸塚へ行く方だけ、側道があって、スムースに行かれたんですけど、常に、橋脚が、できるということ、またそこに橋脚を立てないといけないということで、その道路は、常に通行止めになってます。そうですね、はい、そうでした。はい、そういうすでに工事が始まっています。はい、それが第一期なんですね。はい、で第二期の工事は、いわゆる歩道橋、橋の部分なんですね。でこれは現場で、現地で組み立てるわけではなくて、別に工場の方で組み立てるようなんですね。でそれを多分、大きなトレーラーみたいなもので運んできて、2本立てた柱の上にその橋を乗せるという工事が第2期の工事だ。で予定では今年の7月にその橋を乗せますよということなんですね。そして、乗せられた、橋の両側にですね、まあ
歩行者が登ったり降りたりするためのスロープを設置しますよ、はい、それが第3期の工事で、まあそれが今年の10月で、その次に、両側にエレベーターをつけるという、はい、そういう工事が令和5年、はい、そして最後に全体を仕上げて、はい、まあ、令和5年度末という、そういう大きな、スケジュールが横浜市の方から、はい、開示されました。で、まあ、地域としては本当は今まで使っている歩道も残したかったんですね。で、なんとか残せないかということもお願いをしたんですけども、まあ、そもそも歩道橋を設置するというのは歩行者が渡っている時間を削減することによって車の通行をスムーズにさせるという目的がある。それからすると歩道橋を作るんだから当然今までの歩道はなくなるよというのは神奈川県警の考えで、それはどうしてもやっぱり県警の方が譲らなかったようなんですね。ただそうするとですね、例えば足の悪い方とか車椅子の方たちは、まあ、階段ではないけどスロープを上がったり降りたりしないといけない。でそれは非常に不便になるねということで、まあ、いろんな経過があったんですけども、現状でじゃあ橋の両側にエレベーターをつけましょうという、ああいうそのよくあの駅の周辺なんかではね、エレベーター付きの、例えば戸塚駅なんかにもエレベーター付きの橋が、歩道橋がありますけれども、ああいうその離れた場所にエレベーターをつけるっていうのはこれも非常に稀なケースのようなんですね。ただまあ今回道路局の方としてはそこまではやりましょうと言ってくれて、これは非常に私たちもありがたいことだなというふうに思ってます、はい、ということで、まあ、歩道橋を作ることによって従来の、歩道はなくなる。その代わり、エレベーターはつけると。でただこのエレベーターもそんなに大型なものではないんで、基本的に自転車は乗れないよと、人専用にするよと。ですから自転車の方は申し訳ないけれども、スロープを上がって橋を渡ってまたスロープを降りてもらうという、そういう形になる。まあその辺のところでは今後どういうふうに日常的に管理するのか、どういうルールにするのかっていうのはまだこれから詰めていかなければいけないことなんですけれども、一応そういう形で歩道橋の大きなスケジュールが、提示されたということなんですね、はいはい、いや、分かりやすい、ね、あの工程になってますね。そうですね、はい、でどうですか、実はあの、それまで横浜市はいろいろ計画図は打ち合わせの時に見せてはくれたんですけども、うん、はい、なかなか図面くれなかったんですよ、はいはい、ところが今回は、まあ、かなり煮詰まってきたってこともあって、図面もあの、まだ、これは、計画図ですよという条件はついてますけど、図面もいただきましたし、それから、今日皆さんにお見せできないのは残念なんですけれども、エレベーターのついてる橋の3面図、あのこう、3D の、絵が出てきまして、それを見たらあれ、これが不動坂に着いたら不動坂の景色が随分変わるなと、随分不動坂が都会の感じになるなっていうのをみんなで見て、あのびっくりしたんですけども、そんな、絵もすでに横浜市の方から提示されてますので、間違いなくその方向で進んでいくと思います。そうですか、本当に、ね、壮大な計画になりましたが。そうですね、もう私も先日、まああの本当に不動坂の結構ね、はい、道がこうなくなってというか、はい、そうですね、交差点のところか戸塚方面に行く方が、はい、あの進んでるんだなと思って、はい、とっても嬉しくなったんですけれども、はい、あのやはりこういうような工程を含めると令和5年完成ということで、結構時間がかかる、ね、そうですね、はい、だけどやっぱりあの前回あの昨年お話しいただいたその子どもたちがたくさんの人数がそこを渡るっていう現状を考えると、ね、はいはい、やっぱりこれ安全性の面では、はい、とってもあの
恵まれた環境になるんではないかなと思っています。今お話あったように、柏小学校に通う子がですね、今160人いるんです。そうですね、はい、160人の子供をあの長い、横断歩道を渡るっていうのは大変なこと で、はい、毎朝グランスレッソのお母さん方もですね、5人が出て、道で子供たちの整理をして他の通行をする方たちの邪魔になってはいけない、だから車の事故があってはいけないということで毎日見守り活動をやってくれてる、そういうことを考えるとですね、一日も早く歩道橋ができてほしいなというふうに考えます。そうですね、はい、通っているお子さんが160人、はい、それは本当に小学校、柏小学校の今児童数650人くらいですから、ね、はい、25% くらいの子どもたちがそこを通ってるということですね。お母さん方は心配で気が気じゃないの、ね、私もとってもよくわかります。はい、斉藤会長もねずっと一緒に歩いたりしてたんですもんね、はい、本当にその熱意が伝わってこういうようなあの不動坂の不動坂というと本当に有名ですからね。そうですよね、はい、あと大山不動尊が ね、あったり、はい、ここが変わってしまうというところまでこぎつけた、ね、風景が変わりますね。すごいことですね、はい、本当に斉藤会長動かしていらっしゃるなというまあ、ね、周りの方々も一生懸命一緒になって熱心にいろいろ訴えたり足を運んだり話し合いをしたりした結果が、はい、今日、ね、ご紹介できたかと思います。はい、斉藤会長ありがとうございます。いい、はい、またその後のその後ということ で、 そうです、ね、いつかまたお話しいただければと思っています。はい、斉藤会長いろいろ、ね、ご活躍なんで今日はお忙しい中で本当にいつも原稿も、ね、しっかりと作り込んで私こんなことをラジオで言ってしまってあれなんですけど、はい、私は本当に頼り切ってこの良い放送をできたと今日は本当に満足しております。斉藤会長また今後も町のために頑張ってくださいとはちょっとあんまり頑張りすぎて体の調子が心配ですけれども、まあ、本当にその成果を皆さんに知っていただきたいなというのが、はいはい、私の感想でございます。ありがとうございます。はい、今日は柏小地区連合町内会の会長でもあり東戸塚まちづくり開発委員会の理事でもある斉藤純一さんにご出演いただいてお話をお届けしました。ということで目指せコンパクトシティ東戸塚そろそろお別れの時間となってまいりました。はい、ぜひまた来週火曜日19時から生放送で届けする目指せコンパクトシティ東戸塚お聞きください。ということでラストナンバーは歩道橋というところでね、吉田拓郎さんの歩道橋の上でを聞きながらお別れしたいと思います。はい、ここまでのお相手は東戸塚まちづくり開発委員会事務局の藤吉祥子とすみません最後柏小連合町内会斉藤です。ありがとうございます。はい、ということでそれではまた来週皆さんお会いしましょう。皆さんお気をつけてお帰りください。おやすみなさい。